はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、なんで老人は老害化するのですか、老害化する老人の特徴とかあるんですかっていうご質問なんですけど、そうですね、老害ですね。じゃあ今日はね、老害についてお話しさせていただこうと思うんですけど、じゃあなぜ老人は老害化するか。これね、老害化するってことね、誰でもね起こりうるんだけど、全ての高齢者が、老害化するとは限らないです。まあ、確かに昔はそのまともだった人なんだけど、まあ高齢者になって老害化して、で暴走したりとかですね、暴言吐いたりっていう高齢者の方いらっしゃいますよね。だけど逆にその若い時は結構攻撃的だったんだけれど、まあ高齢化して丸くなったおじいちゃんになるとかおばあちゃんになるっていう人だっているわけなんで、人それぞれで、みんながみんなね老害化するわけじゃないんですけど、じゃあ老害ってねどういう状態かっていうと、まあ基本的に人間老化すればですね、全身のですね体の機能は衰えるわけです。老化するわけです。で当然脳の機能も低下するわけですね。ちっちゃい脳梗塞起きたりとか、あるいは脳出血とかね起こす人だっているし、まあ、脳の神経細胞だって、加齢とともにですね死んでいくわけですよ。なのでそれによってね認知機能も落ちるし、あと記憶力も落ちる。まあ、それによってね新しいことも覚えることがねできなくなってしまうんですよ。まあ、それをですね常にその高齢者でも脳を使い続けて新しいことをアップデートして勉強すればですね、まあ、多少そのネットワークが広がってその認知機能をね衰えないようにする、まあ、脳トレとかしたりとかね勉強したりとかいろんな活動をすることによってですね、なるべく脳の機能を低下することはできるんですけど、やっぱり高齢化するとですね多くの人はまあ仕事を辞めて、まあ、完全に辞めなくてもセミリタイアして、まあのんびりしたりとかするわけですよ。で働かない、でやっぱり働かないとですね刺激も少なくて勉強もしない、新しいことを吸収しない、でなおかつ体力も衰えていくので、まあそれによってですね外に出て活動するとかそういうことも減っていって衰えていく一方になっちゃうっていうことがあるわけですよね。で大事なのはですね、やっぱり高齢化するとですね脳の中の前頭葉がですね機能が低下するんです。で前頭葉っていうのはその理性を司るっていう大きな役割があるんですけれど、まあ前頭葉の機能が低下するとですね感情が抑えられなくなってしまうんです。まあ、基本的に人間って、まあ、本能があるわけですよ。その何ですか、美味しいものを食べたいとか、あと腹が立つ人がいたら殴りたくなるとかですね、あるいは綺麗な女性がいると抱きつきたいとか注意したいとかですね、まあ、誰でもですねそういう本能ってあるわけですよ。だけどその本能はその大脳辺縁系が司っているんですけど、まあ、その本能がむき出しにならないように人間ってですねその前頭葉でちゃんと理性で本能を抑えてるっていうところがあるわけですよね。例えば腹立つ人間がいたら、まあ、自分がねいろいろ侮辱されてねこいつ殴ってやりたいって心の中では思っても、本能でそう思っても理性で抑えてくれてるわけですよ。こいつ殴ってやりたいって思うけど、ここでこいつを殴ると暴行罪で捕まったりとか周りの目もあるし自分の印象が悪くなるから、だからここはぐっとこらえて殴らないでおこう、こいつと表向きだけでも仲良くしてやろうとか、笑顔でね接しようとかですね、そういうのがあるわけです。それ以外でも例えば目の前に綺麗な女性がいたら抱きついてチューしたいってね、男性だったら多くの人はですね、まあ、思っちゃったりとかするわけですよ、本能的に。だけど見ず知らずの人に突然抱きついてチューしたら犯罪なんですよ、性犯罪になっちゃうんで、これは良くないって、だからやっちゃいけないことだから我慢しようって、で理性で押さえつけてくれるわけですよ、前頭葉が。だけどですね高齢化するとこの前頭葉の機能が低下しちゃうわけですよ。となると本能がだんだんむき出しになっちゃう。で当然ですね切れやすくなるし、まあ、セクハラとかもですねそのしちゃったりとかするんですよ、押さえてくれることが、ないわけだから、うん、なので前頭葉の機能が低下するとですね結局その人間が本来持って
ているその悪いところが顕在化しちゃうんですよ。もともと切れやすい人とか怒りっぽい人とか、あるいはそのプライドがめちゃくちゃ高いとか攻撃的な人とかいたとしても、若い時は前頭葉でですね、あの理性で抑えてくれても、年を取るとそれを抑えることができなくて、悪いところが顕在化して、で切れやすくなったりとか怒りっぽくなったりっていうのがあるわけです。あとは年取るとですね、特に男性なんかは男性ホルモンが低下していって、それによってイライラしたりとか、不安感が強くなったりとか、精神的に不安定になったりとか、そういうこともありますよね。まあ脳梗塞とか などによってね、脳の神経細胞が死んでいって、それによってですね、認知症にもなるわけですよね。でそれによって不安が強くなったりとか、あとは猜疑心が強くなる、疑り深くなるんですよ。こいつ俺のことを攻撃しようとしてるんじゃないかとか、裏で悪口言ってるんじゃないかって言って、で攻撃的になったりとか、あと情動失禁とか、感情のコントロールができなくなったりとか、 SNS でこのバカ野郎ってね、切れたりとかするとかね、まあ、そういうネットリテラシーっていうのもですね、時代とともに変化していくんだけど、それのアップデートができてできなくてですね、で暴走しちゃうっていうのはですね、やっぱりどうしてもあるわけですよね。でなおかつ、その人間ってさ、若い時、まあ、現役の時にバリバリ頑張ってて、まあ、それなりに社会で活躍して、それなりに周りの人から尊敬されていた人なんかは、プライドはですね、ものすごい高くなってるわけですよ。で自信もつくわけです。でなおかつね、承認欲求もその時は満たされてるので、やっぱり年取っても、若い時ね、すごい賛美されてた人なんかは、年取ってもやっぱり承認されたい、みんなからね褒められたいっていう気持ちはずっと残り続けるわけですよ。まあそれが薄れていく人もいるんですけど、やっぱりそれがずっと残っちゃう人はいるわけです。でなおかつ前頭葉の機能が低下すると、それが顕在化してきたりとかするわけです。だけど加齢とともに、やっぱりね、脳の機能も落ちるし、体力も落ちるわけです。でなおかつ時代が変わって、でもう IT 化がね、ものすごい勢いで進んでいると、で世の中の常識っていうのも変わるわけです。なので、まあ、脳がね、高齢化して、なおかつ世の中の常識をアップデートできていないとか、あとネットリテラシーをですね、正しく学ぶことができないと、まあ、インターネットだってね、もうその結構世の中に広がってから、どうなんですか、もう30年ぐらい経つわけですね。僕30年ぐらい前からちょこちょこインターネットやり始めてと思うんですけど、まだ電話回線でパソコンつなぎ始めたぐらいですかね。30年よりももうちょっと後かな、27年ぐらい前かな。なのでやっぱり昔と比べると、やっぱりネット環境とかネットのリテラシーっていうのも変わってきてるわけだし、世の中の常識も変わってきてるわけなんですけど、まあそれがね、アップデートできていないと、余計それで暴走するっていうことが起こりうるわけですね。なので昔は許されていたけど、今は許されないことっていっぱいあるわけですよ。20年前、30年前は全然普通だったけど、今はやっちゃいけないことっていっぱいあるわけであって、まあ例えば人を怒鳴って怒るとか、あと体罰とか、で体罰は今も昔も良くないだろうってね、おっしゃる方多いと思いますけど、まあ僕がね、例えば小学校の頃って、体罰は悪くないっていう風潮でした、明らかに。だって普通にね、金八先生とかでもね、少年に対してバチンってビンタして愛の鞭ってやって、でそれで少年がね、悪い非行少年が更生していくっていう、まあそういうドラマだったし、暴れ発着だってね、そのお父さんにいつもボコボコにされてて、それ暴れ発着がわんぱくで悪い子だから、でボコボコにして、でそれでね、それなりにいい子に成長していったりとかですね。でまあそれが普通だったんですよ。で今ではそういう体罰って絶対許されないっていう風潮になってるんだけど、まあそれがね、アップデートできてないとですね、やっぱ今でもそれをやっちゃって、それが正しいってことになっちゃってると、で思い込んでて、でそれを現代でもやってしまって、これはよくありません、いやこれぐらい普通だって、俺たちはこうやって育ってきたんだって、これは正しいんだってね、まあ、アップデートしないとダメなんですよね。まあ、僕もですね、必死で世の中についていこうと思ってですね、日々そのアップデートをしてるわけなんですけれど、老害化しないように頑張ってるわけなんですけど、まあ怒鳴るとか、あとまあ他人のね、結婚を心配するとか、もうそろそろ結婚した方がいいんじゃないのとかね、言うのもね、昔は普通にあったんだけど、今では絶対許されない。あとは道端にゴミを捨てるとか、立ちしょんべんするとか、タバコをね、人前で吸うとか、犬の散歩してうんちさせて拾わないとか、そういうのも良くないし、まあ要するに世の中ね、治安がすごく良くなってるわけですよ。治安が良くない、
で昔はね、今より治安が悪かったわけです。20年前、30年前、40年前って、学校ではね、不良少年がもう暴走族みたいにバイク乗り回して、夜になるとね、街でも暴走族走ってて、たかりとかもいたし、チンピラみたいな人がね、その絡んだりと絡まれたりとかですね、今よりもそういうのが頻繁に起きてて、昔の方が治安が悪くて、で治安が悪い時代ってやっぱり世の中の批判のターゲットってそういう一番悪い人たちになるんですよ。絡んでくるチンピラとか暴力振るってくる人とか、やっぱり人間っていうのは本能的にですね、悪い人を非難しようっていうのがあるんです。まあネットでもね、なんか有名人とか政治家がね、悪いことするとね、不倫したりとか、あとなんですか、裏金とかあるとネットで叩いたりとか、まあするわけですよ。まあそれ叩かれるのは当然だと思います、悪いことしてるので、うん、だけどやっぱりね、その時代の一番悪い人を叩くわけですよ。なのでもっと治安の悪かった昔って、もっと今やってる人たちも悪いことをしてたので、その人たちをみんな叩いてたんです。で人間っていうのは悪いことをしてる人を非難することによって脳でドーパミンが出て快楽を感じるから、悪い人をやっぱりみんなで、ね、叩くんです。まあこれはすごくいいことだと思うんですけれど、だけどその治安が良くなったと、でそんなに悪いことする人が減ったと、あと煽り運転とかも減ったし、そのいきなりね、車から降りて、お前なんじゃこれやってね、胸ぐらつかんだりとかね、昔ってすごいいっぱいあったけど、今ってほとんど起きなくなっちゃったんですよね。昔だったらよくあるよねで済んだことが、今やったらなんてひどいことをするんだってことになっちゃうわけです。だから昔だったらそんなに叩かれなかったことでも、今では叩かれるようになってるんだけど、それがアップデートできてなくて、昔だったらこんなの普通にやってたわっていうことを今でもやっちゃうんで、そうすると若い人たちに、あの人はひどい人だって、リテラシーがないって怒られちゃうわけですよね。不倫だってそうですよね。昔はね、今よりも不倫ってね、結構大広げにやってて、芸能人が不倫してもそんなに叩かれなかったんだけど、今不倫するとめちゃくちゃ叩かれるわけなので、まあ、常に世の中の人っていうのは悪いことをしてる人を見つけて叩くっていう習性があるんだけれど、まあ、アップデートされてないと怒られてしまいますよっていうことなんですよね。うん、ということなんですけれど、まあそうですね、結局その高齢化してですね、老害化する人って自分の能力や体力が落ちてしまってアップデートできていないと。だけどその自分が今もう社会であんまり活躍できてない、役に立ってないっていう自覚がですね、できてないと、できてない人が多いんですよね。それはやっぱり認知機能自体が落ちてるんで、やっぱり自分自身を正しく認知する、メタ認知機能っていうのも落ちてるわけなので、自分はまだまだ強いんだ、やれるんだ、お前らには負けてないって、いいことばっかり考えちゃってるんだけど、実際には若い人から邪魔扱いされたりとか、老害扱いされてたりとかするんだけど、それに気づけない人っていうのはいるわけであって、でもちろんですね、僕自分自身まだ若いと思ってるんですけど、自分が一応若者っていう前提で話そうと思うんですけど、やっぱりね、若者はですね、こう年長者を敬うってことは、これすごく大事だと思います。はい、昔からですね、若者は年長者を敬えってことは大事なんだけど、ただその高齢化した老害って言われてる人もですね、あまりにも行き過ぎちゃうとですね、やっぱり若い人たちから煙たがられちゃうっていうことがあるわけで、基本年長者を敬うっていうことは僕は大事だと思っています。これしっかり皆さん分かっていただきたいと思いますけど、なのであんまりにもひどい老害になっちゃうと、老害扱いされちゃって若い人にね、邪魔扱いされてしまうわけだと。そうするとですね、やっぱりそういう人たちもですね、そのプライドが許さないわけですよね。プライドだけは高いままだったりとかするんで、まあ若い人に対してね、年長者を敬えとかね、お前らはまだね、若くて経験が足りないから分かってないんだとか、あるいは最近の若いものはこんなに根性もないのかとかですね、やっぱりそれで切れちゃったりとかして、結局年取るとですね、頑固になっちゃうわけですよ。それはですね、自分のことを正しく認識するっていう機能が落ちてしまって、まあ、プライドだけはそのまま残ってるっていう状態っていう感じ でなおかつ新しいことをね、記憶したり勉強したりとか、アップデートする能力も落ちているわけなので、柔軟性がなくなるっていうのはね、まあ、そのせいなんですよね。だけど老害って言われてる人もですね、自分自身まだまだ第一線でいたいんだって、俺は若いやつらにはまだ負けてないんだっていうふうにですね、思いたいわけですよ。でまあ結局その老害化した人たちでも、現役でバリバリやってる時は自分より年下の人よりもね、優秀で優れてたわけですよ。だけどその下の人たちに
が成長してですね、まあ、追い抜かれてしまってるわけですよ。だけどプライドは高いんで追い抜かれたっていうことを、まあ、認めたくない、思いたくない。 なんで、まあ、第一線から、退いてる人だったらまだいいんだけど、やっぱり老害化されてる人でもまだ第一線に残っちゃってて権力だけ持ってるっていう人がいて、そういう人はですね非常に厄介ですよね。それはもう政治の世界でもそうだし、民間の企業とか大企業の中でもそうなんだけれど、まあ高齢化して認知機能も落ちちゃってアップデートもできてなくて、だけどプライドだけは高くて、でやっぱりそれなりに権力は持ってるわけですよね。お金も持っていたりとか、あと企業とか政治の世界だと人事の権利を持ってたりとか、あとお金を自由にですね分配する権利を持ってたりとかするとですね、やっぱりその人たちをチヤホヤする人っていうのがやっぱり一定数いるわけですね。まあ、俗に言うイエスマンっていう人たち、まあ、やっぱりイエスマンが周りにいるから余計その老害化した人がですね、そのなかなか第一線から退かなくてずっと残り続けるっていう感じがあるわけで、で老害化した人もまだまだチヤホヤされたいって目立ちたいっていうから、その権力を盾にですね暴走したりとか、そういうことがあるわけですよね。うん、なのでまあ昔はですね、年長者は偉いっていう風潮って今よりもねもっとあったと思うんですよね。若者は年長者、高齢者を大事にすべきだっていうふうに今よりももっとそういう風潮あったんですよ。それはねやっぱり昔はそういう時代だったんですよね。っていうのは第一次ベビーブームもあって、第二次ベビーブームもあって、若い人の数はすごく多くて、で平均寿命もまだ短かったんで、高齢者の数って労働者なんですか、現役でバリバリ働いている人に比べてですね、高齢者の数って少なかったんですよね、比率が。だから中には高齢者の方がですね、若い人たちにいろんなことを教えてくれたりとかしてくれて、でありがたいですって、今後もお願いしますっていうことあったんですけれど、ただね昔はねまだ IT 化してなくて、やっぱり人と人との関係、上の人からのアドバイスとかね、実際口で伝えてくれるアドバイスってすごい貴重だったんだけど、今もう IT 化しちゃって、結構その大事なそのことを、何ですか、人生経験豊富な人が、まあ、YouTube とかでいいこと喋ってくれて、それが無料で見れちゃったりとかするわけで、わざわざ目上の人に会ってお話聞かなくてもいい話をしてくれる、そのネットでですねそうやって商売してくれてる人とか、無料で配信してくれてる人とかね、いっぱいいるわけなので、昔と比べると年長者のありがたい話を聞くっていう機会がですねすごくなくなっちゃったし、まあ、それ以上にネット上に素晴らしいですね有益な情報がたくさんあって、わざわざ人と人とでですね接してそういう話を聞くっていう必要もなくなっちゃったので、まあ、それもあって、今は昔と比べるとそんなにねあれですよね、高齢者の方ありがたいって思う人っていないわけで、でっていうか、まあそういう社会になったんでね、しょうがないんですけど、結局今ってその現役で労働者の人よりも高齢者がねどんどん増えちゃってるんで、まあ社会保障費が上がっちゃって、現役で働いてる人の負担が増えちゃってるわけですよね。保険料も上がって税金も上がってっていう感じで、でなおかつ IT 化に適応できていない高齢者の方がたくさんいることによって、だけど政治家はですね高齢者の票が欲しいから、高齢者に有利な政策を進めて、で IT 化は進まないと、それによって生産性も全然上がらないっていうのがあるわけなんですけど、だけど基本的にねやっぱり若い人は年長の人を敬うって気持ちはね大事なんですけど、まあそれと同時にですね、高齢者の方はですね老害化しないようにですねしていただくっていうこともすごく大事で、まあこれはですね自分自身にも言い聞かしてるんですけど、まあ僕もですねなるべくその老害化しないようにって若い自分よりね若い人たちの気持ちを汲み取って
って時代の流れもちゃんと読み取ってアップデートするようにしてるわけなんですけど、まあ自分もですねいつか老害化して脳の認知機能も落ちて、でなおかつ前頭葉の機能も落ちて、まあ、ひょっとしたら怒りっぽくなったりとかね、プライドだけ高くなって暴走したりとかですね、そういうこともあるんじゃないかなって思いますんで、まあ自分がねもし老害化し始めたらですね、まあ、コメント欄でねもう老害化してるよって、お前老害だよってね、まあ、正直にして書いてください。でもう自分老害だなって思ったら僕はね第一線から退く覚悟ありますんで、まあ、まだ多分ね大丈夫だと思いますけれど、常にねいろいろ常日頃勉強して、まあ、世の中の常識が移り変わるっていうこともね、それも踏まえて勉強して自分自身を見つめ直す時間をね持つようにしておりますんで、まあということなんですけれど、はい。であとね大事なのはね、結構ね高齢者のお医者さんでですね、まあ、さっき話した男性ホルモンの値が低下して男性ホルモン補充療法をしてるっていう人もいるわけなんですけど、まあ、それをすると老害化が防げるかっていうと、それやることによってね、まあ、結構余計老害化してる人もいるんですよ。それはもう必要以上に男性ホルモンをですね通常よりもたくさん打ちまくって、そうすると性格が凶暴になるんですよ、男性ホルモンの影響で。まあ、それをねロイドレイジって言うんですけど、そのロイドレイジを発動している高齢者の方っていうのも結構いて、僕の知り合いでもそういう人いるんですけども、手つけられない人がいるんですけれど、まあ、結構ねお医者さんの高齢者の方でね男性ホルモン補充療法打ちすぎてロイドレイジを発動している人がいますんで、まあそういう人がいるってことも頭の中入れていただく必要はあると思います。はい、っていうのが私の答えです。ということで、まあ老害化している高齢者とねうまく付き合うためにはですね、なるべくですね相手にしないっていうことが大事だと思います。相手にしてもですね、その人は自分の認知機能が落ちてるとか自分が老害化してるっていう認識すらないんですよ。メタ認知機能がないから。で一方的にお前ら何も分かってない、俺は偉いんだっていうですね、そういう態度で接してくるんで、なるべく接しない方がいいって、距離を置くっていうことが大事です。だけど自分の身内がそうなっちゃったら、やっぱり多少は接しないといけないわけであって、そういう場合はですね、まあ、刺激しないように話を聞いて同調してあげるとか、刺激しないようになだめて正しい方向に導いてあげるとかですね、まあ、大変だと思いますけど、まあ、そういうことも大事じゃないかなと思います。はい、というのが私の答えです。ご視聴ありがとうございました。